はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビジです。では今回は発想版や中国プレイ現代モードですね、続きをプレイしていきたいと思います。ここまでにですね、ヨーロッパ方面にも介入して、イタリア、オーストリア戦争でイタリアに、そしてトルコ、ギリシャ戦争ではトルコに味方して介入しています。今回その続きになります。早速ですが、ギリシャの方なんですけども、アテネを占領したので、あとはですね、イスタンブールに向けて、軍を進めていこうと思います。で、あと、新しくですね、軍、編成できる状態になってますので、これをですね、追加で入れておきます。まあ、遊ばせている軍ではあるんですけども、まあ、中国を守る上ではね、しっかりと、この辺り展開しておきましょう。で、ロケハン、リハーサルしたときはですね、なんと、韓国が北朝鮮を併合して、さらに、その韓国が、ロシアに喧嘩を打って開戦するという展開になったので、この展開になった場合は、ロシア方に味方してですね、一気に戦線を全世界に広げていこうと思いますので、軍をあらかじめ北朝鮮国境に展開しておきましょう。では、時間を進めていきます。まずは、さっさとですね、ギリシャの戦争を終わらせて、ギリシャに派兵している軍を中国本土に戻して、本当にロシアと韓国が介入するようであれば、朝鮮半島を一気に平らげたいというふうに思っています。ではまずはこのギリシャでアメリカ軍を、そしてギリシャ軍を潰しておきましょう。日本が NATO に加盟か。日本はね、島国なんで一気に戦線がね、広がるっていうことはないとは思うんですけど、それでも注意深く見ておきましょう。で、あとは対応してる間にですね、いつものように、インド、ロシア、オースト、ラリア、このあたりには、せこせこと、外交で、まあ、いざという時にね、味方してくださいねというサインは送っておきます。少し前、数日前にニュースで、確か、プーチンさんの5戦出るのか出ないのかみたいな話になってましたよね。あれも気になるっちゃ気になりますけども、あそこまでいくとね、選挙とかっていうよりかはもう、事実上の独裁政権だと思うんで、まあ、政変とか、クーデターとか、そういった類のものが起きない限り、まあ、プーチン政権、プーチンロシアは変わらないかなとは思いますけどね。どうなんでしょうね。まあ、ロシアは未踏の地なので、これから先もロシアに行くことはないのかなとは思うんですけど、ロシアに、一人好きなポルノ女優さんがいますね。一人っていうか、今一番好きなポルノ女優さんって言った方がいいかな。エヴァ・エルフィーっていうポルノ女優なんですけど、むちゃくちゃ可愛いですね。なので、もし、興味ある方、いればですね、ちょっとググってもらうと、その可愛さに、あるいは僕のツイッターでフォローしてるんで、エヴァエルフィーちゃんを。僕のツイッターのフォローリストを見てもらうと、エヴァエルフィーちゃんがいますね。という雑談をしながらですね、着々と、そしてしっかりと、外交を展開します。カンボジアもまだね、アジアの中では我々に味方をしてくれていないところではあるので、このあたりもしっかりケアしておきましょう。ではこれでギリシャの先生に戻ります。さあどうなる？お、ギリシャ、降伏したね。OK だ。ではギリシャから撤兵急ぎましょう。ギリシャに派兵していた軍を中国本土に戻します。戻す軍なんですけども、まずですね、遠征1軍を戻します。で、2軍と3軍はギリシャに残っているアメリカ軍を掃討していきます。まあ、掃討戦をしっかりやっておかないとですね、アメリカ軍は相当に強いので、残しとけば中国軍が撤兵したと確実にやられるので、ここはですね、残存兵力を確実に叩く意味でも、先行して遠征1軍だけ戻して2軍3軍は残って、残存兵力の相当です。
まあ、ここでアメリカ軍の戦力をね、少しでも叩いておこうと。まあ、そういう作戦ですね。アルミが意外と足りないのか。インドネシア、サウジ、ロシア、カタール。まあ、どこからも輸入する余裕がちょっとあんまりないですね。では、残っている遠征4軍と5軍ですね。これはもう北朝鮮国境に張り付きましょう。もし、開戦するようであれば、北朝鮮と、まあ、韓国が開戦するっていうのは、今北朝鮮はですね、陣営で言うと、このロシアの陣営にも入っているので、北朝鮮と韓国が開戦するイコール、韓国とロシアが開戦するということになるので、ここはですね、開戦した瞬間にロシアに味方をして、というか、まあ、韓国にね、まあ、宣戦布告しちゃってもいいかもしれませんね。韓国に宣戦布告して、朝鮮半島を丸呑みにするという内容です。いや、やっぱりここしんどいことになってるよね。アメリカ軍相手に戦うにあたっては。まあ、ただ、じりじりと、そして確実に削っていけばいいので、軍に今余裕がある。それは我々の方ですからね。突破力プラス 5% のボーナス、ここで取ります。さあ、開戦してくれ。その時を待ちましょう。はい、東トラキアのアメリカ軍駆逐しましたので、これで遠征2軍もですね、戻しましょう。遠征2軍も、テッサロニキから中国本土に戻します。手ぐすね引いて、韓国がロシアに喧嘩を売る、その瞬間を待ってますからね。その瞬間に我々も一気に開戦に踏み切る。大連に戻します。遠征1軍は大連に戻す。で、研究枠ですが、ここはじゃあ、タクティカルベルト研究しましょう。まあ、中国軍はですね、言っても人的資源にはだいぶ余裕があるもののですね、この後を考えると、装備品がね、不足していっているので、特に消火器。あ、回線したな。これ回線してますね。であれば、すかさず、韓国に対して、宣戦布告して、平らげましょう。ここも、国境を接してるもんね。韓国に、宣戦布告。軍の戻りがもう少し早かったらよかったんですけどね。外交。ムンムンじゃなくなってますね、しかも。大統領が。まあ、誰であろうと構わない。戦争目標の正当化です。すぐに開戦する。そしてすぐに、飲み込む。まあ、できれば、韓国が、それこそ北朝鮮全土を平らげて終わってからね、北朝鮮を含め朝鮮半島を丸呑みにするというのがいいかな。で、イスタンブールの方はもうすぐ終わりますね。これもアメリカ軍4師団残ってますけど、もう中国軍が包囲している状態なので、このまま補給切れで消えゆく定めという状況です。そしたらイスタンブールから、ここもですね、ギリシャから完全に撤兵して、北朝鮮、朝鮮、ここの朝鮮半島丸呑み作戦の方に参加していきましょう。準備移動。まさかね、韓国がロシアに牙を剥く、そんな時が来るとは思わなかったですけど、まあ、ただここで中国、ロシアという超大国2つに対して喧嘩を売るというね、まあ自殺行為を行おうとしている韓国にはね、鉄槌を下しましょう。あ、もう終わってる。早いな。いや、北朝鮮不甲斐ないわ。ただここは北朝鮮を含め、セントルシア協約か。
これできれば、ロシアと韓国がやっぱ開戦するのを待ちたいな。開戦したね。完全に開戦しましたね。ここでぶつかってます。スラバンカ。ちょっとあんまり土地勘ないところですけど、ウラジオストクが近いですね。ここで開戦しました。であれば、我々は必然的に、韓国に対して、宣戦を布告。これで、戦争の状況が一気に変わるはずです。まずは中国陣営ですね。上海協力機構、ご覧の陣営です。で、CSTO、いわゆるロシアの陣営ですが、まあ、この量よ。この量。が、セントルシア協約、つまり、フランスを中心とした陣営と戦争を始めてます。敵の敵は味方というわけじゃないんですけど、これによってアメリカがね、まあ、陣営分けするのであれば、フランス側、まあ、つまり大韓民国側、朝鮮側、韓国側ということになるので、これで、もう事実上の世界大戦に発展したという状況です。では、まずは韓国を平らげましょう。一気に、釜山まで、進軍。まあ、韓国軍がどれほどの強さかわからないので、あんまり無茶はしたくないんですけどね。まあ、ここは、下手すると全部、持ってかれてしまうリスクもあるので、ロシアに。まあ、そうならないようにね、この時勢に乗って、開戦を行うという状態です。いやー、微妙な状況だな、これ見ると。まさかとは思うが、押されるなんてことにならなければいいな。ちょっと軍を増強しておきたいな。今すぐ動かせるものがあまりないからで、占領軍は動かせない、動かしたくないし、遠征1軍、2軍、3軍が戻ってくるのを待ちましょう。というか待つべきだったのかな。まあただ、ここもですね、時間とともに戦力は回復してくると思うので、大連に戻して、大連から朝鮮半島に向かいましょう。さあ、キプロスが陣営に参加を求めてきましたね。さらに、モーリタニア。この辺りはもう全然どこの国かわからない。ニカラグアはわかりますね。ウクライナから不可侵か。まあ、しょうがないね。ウクライナはロシアの陣営に入っていたと思うので。まあ、ソウルに強襲上陸をかけるという手もありますしね。では軍も、海軍も戻しましょう。一気に戦争が動き出しましたね。アメリカが今のところ言ってもおとなしい、今そういう状況ではあるので、この状態を維持してですね、戦線を一気に拡大させたいなという思惑です。この状況でやっぱ遠征軍、遠征占領軍、占領軍をね、占領地から撤兵するっていう動きはないので、耐えましょう。いやでもそう考えると、どうなんだろうな。ギリシャの方から完全に撤兵するっていうのもちょっとない気がしますよね。ただ一応ここはどうなんだろうな。中国が支配権を持ってる以上は、そうだね。この遠征2軍を一時的に駐留軍としてここに置いておきましょうか。まあ、多少不本意で戦力ダウンは否めないですが、念のためにですね、この遠征2軍はギリシャにしばらく駐留させます。それでもなお十分な戦力があるというふうな判断ですね。遠征1軍と3軍、1軍と3軍が戻ってきてくれれば戦えると。まあ、一刻も早く
戻ってきてもらいましょう。すでに動き出してます。ブラジルが不可侵ですね。オランダが敵か。少し本当に戦争が大きくなってきているので確認をしておきたいですね。誰が味方なのかという確認です。まずアメリカ陣営はもうこれ以上増える見込みはあまりなさそうなんで、我々の陣営ですね、バングラディッシュがタジキスタン、キルギス、カザフ、この辺りにどれほど期待できるかというと、まあ、ほとんど期待できないとは思いますね。で、我々の陣営は、キプロス、マレーシア、アフガニスタンが119師団、まあ、中身は別にしてそれなりに持っている。で、大韓民国、フランスの陣営ですね。ポルトガルが16師団、オランダが15、イラクが40、フランスが61、この辺りが強国だな。まあ、オランダ、ポルトガル、ここがどう出てくるかというところだと思います。イタリアが耐えてくれればいいかな。イタリアは我々の陣営ですからね。フランスとイタリアが開戦する可能性があるな。まあ、一刻も早くまず大韓民国、まあ、朝鮮をですね、平らげましょう。では、遠征1軍3軍が戻ってくるのを待ちましょう。またポツポツとこの辺りにアメリカ軍の海軍が展開してきている感じがしますね。危険な香りがするな。しっかり抑えられればいいんですけどね。不可侵条約みんな結びたがるけど、陣営に思い切って参加してほしいんだよな。もう少しね、確実に、まあ、勝利を収めていきたいっていう意味では、陣営参加を求めているんですよね。では、遠征軍が戻ってくるのをまた待ちます。ここでも、どうだろう。中国海軍と韓国海軍が大規模にぶつかってますね。ミサイル駆逐艦、フリゲート艦、潜水艦、コルペットが沈められてる。なかなか厳しい戦いになってきてるな。航空優勢を取られて、味方の海軍がだいぶ削られてますね。相当に削られたな。第一艦隊が事実上壊滅状態になっている。やるな。では、そうだな。台湾上空に展開していた航空隊をですね、黄海近辺に移しましょう。もうあまりここに置いとく必要はないので、台湾はね、完全に我々のものになってますので、ここに置いておいた空軍を全部移します。そして、朝鮮上空を我々の航空機で埋め尽くしましょう。まあ、以前台湾に置いておいた航空隊をごっそり朝鮮近辺に展開し直させました。それでもね、朝鮮上空の制空権が完全には取れない状態なんですが、海軍を支援するという意味での日本海と黄海、この2つは完全に制空権を取りましたね。なので、これ以上艦隊にダメージが出ないようにというふうには思っています。それでもダメージ出てるな。相当沈められてるね。ここの判断がちょっと遅かったのかな。もうちょっと早く、航空隊をね、台湾の上空からこの黄海に引き上げておくべきでしたね。だいぶ艦隊がすり減って第一艦隊が壊滅。本当に、本当の意味の壊滅ですね。もういなくなりました。まあ、ただ、これ以上の損害は出せないので、この後は、しっかり、陸海空、連携してもらいましょう。
朝鮮上空、朝鮮半島上空の制空権が欲しいな。近接航空支援機100機、これを移していきましょう。本当はね、制空権取れる、戦闘機が欲しいんですけど、ちょっと戦闘機が数が足りてないですね。アルミはアラブから輸入。それでもまだ足りない。ロシアから輸入しましょう。ロシアも今戦争中だからね、とはいえ。アルミはインドネシア。あと余剰があるのがサウジも余剰あるね。融通してもらいましょう。遠征軍が？よし。シンガポール沖、フィリピンまで戻ってきてるね。もうちょっとで遠征軍戻ってきます。少し押し込まれてる感じもするので、早く戻ってきてほしいですね。韓国軍が押し込んできている。そしたら、ロシアと韓国の国境は切れましたね。完全に切れた。であれば、少し軍を動かして、行きましょう。さあ、遠征軍戻ってきました。戻ってきたので、この遠征軍を一気に投入して、押し込まれつつある戦線を戻します。戻さなきゃいけない。平壌まで進撃をしてもらおう。いや、韓国軍侮れないな。アメリカ軍が味方してるとはいえだ。くそ、アメリカめ。こんなところで介入してくるか。アメリカ軍の介入で一気に厳しい状況になってる。まさか、中国がここで大敗を喫するのか。そういうわけにはいかないな。戻ってきてもらって数で押し込む。まあそれが中国軍の戦い方ですからね。ここまでトントン拍子に来てたんで、ここは負けられない。アメリカ軍の介入があっても負けられない。補給マップは十分余裕がありますね。かつて陸軍に完敗してるからな、アメリカに対しては。そして今も多分ガチンコで戦うとアメリカ軍とは勝てないと思うんですよ。同じ数で戦ったら。なので数で押し込みます。アメリカ軍がやってくるまではね、それなりに、というか、まあ、互角、少ない軍でありながら互角に戦ってたとは思うんですけど、アメリカ軍がやってきてから一気に、中国軍が押し込まれるという不本意な状況になっているので、ここは軍を集中して横っ腹から一気に貫いてやりましょう。これでアメリカ軍が展開してたの、ここにあれですね、きっと。陸戦隊を送ってたんですね。輸送船の数ある程度沈めましたけど、それでも大規模な数が展開していたと。いう状況なんだと思います。かあ、強いな。まさか韓国が世界を取るなんてことにならないだろうな。いや、強い。まずいな。まずいことが起きてる。どうするか。タイムリープはしたくない。となると、どっからか軍を引き抜かなきゃいけないな。そうだな。フィリピン、台湾。フィリピンと台湾の遠征軍のうち、占領を一つ減らしますか。致し方ないね。ソウルに強襲上陸をかけましょう。それしかちょっと道がない。なので、占領一軍ですね。これを強襲上陸に変えます。息の根を止める。ソウルに強襲上陸。
もしくは、ドテッパラを狙うのであれば、南北を分断するという手もあるよな。プサンあたりに上陸するというのもありだ。プサンに上陸しますか。で、いつもの、南北から挟み撃ちする。この作戦で行きましょう。常套手段ですからね。で、少し不安は出ますが、占領軍を、今までフィリピンだけを見ていた軍を台湾も見させましょう。なんとか挽回のチャンスを見出さないとな。ロシアがね、味方してくれれば、ドテッパラをついてくれれば嬉しいんですけどね。この強襲上陸がハマるかどうか、ちょっと見届けましょう。で、足りてないのはもう明らかに消火器。歩兵の銃が足りていないので、歩兵の銃を突っ込みます。さて、航空基地も奪われるわけにいかないからな。アメリカ軍がちょっと入ってくるとこの手たらくだからな、中国軍も。まだまだというとこですよね。釜山に上陸をしたら南北から挟み撃ちする。いつもの作戦。これが決まってくれればいいかな。うっと、そうか。海軍もかなり厳しいことになってるな。であれば、海軍の全戦力を一時的にでも集中させて航海に。航海から強襲上陸かけましょう。それ以外にちょっと道がない。それか強襲上陸が無理なら、ここはやっぱりセオリー通り、そうだな。押し込まれてるところに、追加で派兵するしかないかな。いや、中国軍、慢心があったわけではないと思うんですけど、それにしたって強いな、韓国。そして、アメリカ。ちょっとここまで押し込まれる事態は想定していなかったので、急いで手当てをしなきゃいけないんですが、強すぎる。ロシアはもう完全に、だんまりですね。制海権も完全に韓国に奪われてるな。国境に撤回している軍の数も、もう、これがギリっていうところなので、これ以上増やすとなると本当に、ちょっと考えものですね。アメリカ、韓国の連合軍の前に苦戦。制空権は、まあまあ、トントンってとこだな。これでももう海軍は一度引き込みましょう、また。で、朝鮮半島上空に、戦力を集中させて空軍の。これで制空権を取って反撃のチャンスを伺っていきたいと思います。が、それにしても厳しいな。この状況。ちょっとね、想定以上に韓国、アメリカ連合軍が強くて驚いてますね。まあ、当初の計画ではロシアと韓国がぶつかってるところに中国軍が介入して漁夫の利を得るという感じだったんですけど、これ、このまま行くとアメリカ軍に援護された韓国軍に制圧されかねないという状況なので、しっかり、防御線を張って行きたいと思います。そうだな、陸上要塞かなんかはあの辺りに気づいておけばよかったのかな。このままアメリカ軍とじりじりと戦うの厳しいですよね。とはいえ、制海権も取れない状況で、いつもの強襲上陸もできないので、心配ですが、一旦今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。